かまわり仲まりのおすすめランチ。今日は築地にある若葉ラーメンに行ってきました。メニューは中華そばです。はい、出来上がりました。シンプルなラーメンです。麺は細い縮れ麺ですね。それではいただきます。あっさりしてて美味しいです。続いてスープいただきます。うん、美味しいです。もう一口いただきます。とてもおすすめなので皆さんも行ってみてくださいね。